もともとのコンセプトでもあるリアルタイムの中の発見と楽しみというものはそのままにゲームとして視覚的にも感覚的にも楽しめるような全く新しい RPG となるように現在鋭意開発を行っております本日は開発を担当しているトライエースの小川ディレクターの方にお越しいただきましたのでゲームの内容の方は小川さんにご説明いただこうと思います 小川さんはスター・オーシャン3のメインプランナーを務められていた方でゲームに特に RPG というものに対して非常に造詣の深い方ですその前にまずは予告編の映像を本日ご用意いたしましたのでそちらの方をご覧いただこうと思います トライ,エスインフィニットアンディスカバリーのディレクターの小川です映像の方いかがだったでしょうか本日は簡単ではありますがインフィニットアンディスカバリーのゲーム内容の方をご説明させていただきたいと思いますまず本作はディスカバリーインパクトというキーワードを掲げて開発を進めておりますゲームフィールドの中でさまざまな発見を軸としたチームゲームプレイを体感してもらうというイメージです資格 聴覚、嗅覚といったセンサーや AI によって形成された世界で何かを発見しそれにアクションすることでインパクトのある結果が起きるというものですその最たるものがシチュエーションバトルというものになりますリアルタイムで変化する状況それ自体をシチュエーションとして迫力のあるゲームとして楽しむがコンセプトです例えば監獄からの脱走中巨大なオーガに見つかると 敵味方構わずららしながら追いかけてきま,すまたドラゴンによる放火の中をとにかく駆け抜けなければならないシーンもありますこのように通常のフィールドであっても状況自体が変化し迫力とゲームとなるこれがシチュエーションバトルですこのシチュエーションを打破するためにさまざまな発見が必要になりますそれがプレイヤーが行うリアルタイムの中の発見と楽しみなのです また先ほどから述べていますが本作はすべてリアルタイムでゲームが進行しますこれはシームレスとよ表現すべきものとも言えます戦闘と移動の切り替えもなく極端なことを言えばメニュー画面を開いてもゲーム時間の停止はありません刻々と変化する状況の中であ状況と緊張感の中でプレイヤーに状況の判断と行動の選択を迫るのです戦闘もトライエースならではのアクション性の高い爽快感のあるものとしており 本作品ののリアルタイム性とと非常にマッチしたものとなっております。以上簡単ではありますがインフィニタン・ディスカバリーの特徴をご説明させていただきましたこれ以外にもさまざまなゲームシステムを導入しておりますがそれらにつきましてはまた追って公開させていただければと思いますどうもありがとうございました